わしは役に立たねえですよ。私の力見せてあげる。Thank you.
ありがとう。ちょっと気力が戻ったよ。子供たちの幽霊が現れるって話を聞いてから不安でしょうがなくてさ。いつでもお話に付き合いますから、そう思い詰めないでください。少しずつ現実を見据えていきましょう。ほんといつもすまないね。町長さんとこも娘さんを亡くしてて辛いでしょうに。私は町の皆さんが元気でいてくだされば大丈夫ですから。さあ、ご主人が心配されますよ。そろそろ戻りましょう。おや、その包みはもしかして私が頼んだものですか？それでは引き取りましょう。地震かい？教会が。あの声は。今の声は何だい？もうこんなの嫌だよ。やっぱり幽霊の噂は本当なんだ。死んだ子供たちはあたしらを恨んでて道連れにしようとしているんだ。ホルナタン、教会が。空の色も何がどうなっているのですか？あら、皆さんこんなところでぼーっとしてどうしたんです？いえ、何でもありません。さあ、気をつけて教会の中に入りましょう。今の笑い声はリゼロッタの。お前はこの私を。ああ、そうでした。先ほどのお礼を差し上げますので、お手数ですが私の家までお越しください。町長さん、あなたの娘さんは。いえ、町の子供の誰一人としてあなたたちを恨んではいません。え？それだけは確かです。あなたに取ってきていただきたい安らぎの香は、矢な荒涼地帯にいる魔物が落とすそうなのです。
ルコリア、今は来客中だ。お前はノックもまともにできないのか？ママから話を聞いたの。町の人のために集会を開くんですってね。そんなことより姉さんのお墓にお花の一つでも備えてきたらどうなの？忙しいとか言い訳してまだ一度も姉さんのお墓参り行ってないじゃない。私には町長としてなすべきことがある。子供が大人のやることにいちいち口を挟むんじゃない。話の邪魔だ。さあ出て行け。まったく見苦しいところをお見せしましたな。近頃すっかり生意気になりまして。さあ集会まであまり時間がありません。安らぎの香の調達を頼みましたぞ。町の大人たちったら、子供たちの幽霊に恨まれてるとか怯えちゃってバカみたい。ほら姉さんの日記読んでみてよ。姉さんたちは誰も恨んでない。毎日ダーマ神殿で静かにお祈りして大人たちの帰りを待ってるのよ。町の大人たちはすっかりお祈りに行かなくなったのに、これじゃあまるであべこべだわ。相手にとって不足はねえぜ。
おお、安らぎの子を持ってきてくれましたか。集会に間に合ったようで何よりです。早速渡していただけますかな。いや、助かりました。今回は特別ゲストもお招きしていますし、この集会はきっとうまくいくことでしょう。ためになるお話が聞けますし、ぜひあなたも参加していってください。皆さん、本日は突然の集会にお集まりいただき誠にありがとうございます。あの古い教会の事故が起きてから、この町は深い悲しみに包まれ、幽霊の姿に怯えるようになりました。そこで本日は、そんな皆さんを悩みや苦しみから解き放つため、この僕がやってきました。僕はサダク、悪霊に脅かされているこの町を救うためにやってきた旅の霊媒師です。うちの子、悪霊ですって？そう、悪霊なのです。恨みを抱いたまま死んでしまった者の魂は悪霊となって聖者を呪うのですよ。まずは悪霊が入ってこないように、安らぎの香に僕が用意した聖杯を混ぜて炊くことで、この集会所を清めましょう。
あら、いい香り。ああ、なんだか安らぐよ。さあ、お子さんが生きていた時のことをよく思い出してみてください。彼らが何か恨みを抱くようなきっかけはありませんでしたか？子供に辛く当たった覚えはありませんか？私いつも門限を厳しくしてあまり遊ばせてあげなかったわ。俺しょっちゅう勉強しろってお説教してたから、それが子供を追い詰めたのかも。なるほど。厳しいしつけに追い詰められ、町の子供たちは大人を嫌い、古い教会に閉じこもって遊ぶようになった。そして崖崩れにより命を落とし、この世に恨みを抱いたまま悪霊としてさまよっているのですね。このままだと皆さんは悪霊に呪われ続け、いずれは道連れに。ですがご安心ください。皆さんが悪霊に脅かされぬよう、これからは僕がお守りいたします。あなた、嘘つきね。姉さんたちは大人を恨んでなんかいない。この日記帳を見ればわかるはず。これは姉さんの遺品。この世とあの世をつなぐ特別な日記帳よ。中を読めばあの世のことがわかるわ。教会の事故で死んだ子供たちは自分が死んだってことに気づいてないの。子供しかいない死の世界でどこかに消えてしまった大人たちが帰ってきてくれるのを待ち続けているのよ。ルコリア、また私に逆らおうというのか。わざわざリゼロッタの字まで真似して随分手の込んだ話を作ったものだ。子供の空想で大人を振り回すんじゃない。空想なんかじゃ。さっさと出て行け。もう二度と私の邪魔をするな。うちの娘がとんだ失礼よ。大切な集会に水を差してしまいましたな。いえいえ、お気になさらず。今日のところはひとまずお開きにして、集会の続きはまた後日行いましょう。目的は果たせましたし、今日のところはこれで失礼いたします。悪霊のことは僕にお任せください。せっかく準備を手伝っていただいたのに、こんな形で終わってしまい申し訳ありませんでしたな。サダクさんの言った通り、安らぎの功のおかげで皆さん途中まではリラックスしてお話を聞いていてくれたのですが、これに懲りずまた次の集会にご参加ください。これは今回のお礼です。それでは失礼。ルコリアさんが心配なの。
嘘なんて言ってないのに。そうだな、俺たちだけでも信じてるって言ってやらないとな。